全部晒したろ。僕がポップアップ伊勢丹でやった時とかでもその伊勢丹にインスタグラマーの子いっぱい連れてきてましたね。でこれも一個面白い話で、全友がこの子たち連れてきますみたいなインスタグラマーのリストをバーッと載ってくれるんですけど、その中で一人めっちゃ可愛い子いたんですよ。でその当時は加工してると思う、あんま疑ってなかった。全友にこの子ちょっと紹介してやつったら、あいいですよ、じゃあランチかなんか行きましょうって言われて、ボンダイカフェっていうカフェで全友と待ち合わせして、じゃあ待ってたら全友が女の子と二人で来て、で全員の知り合いの女の子なと思ったら、別に全然いいわと、あどうぞ座ってくださいって座って、あなんか頼んだらっつって3人でちょっとランチ食べた時に、俺が目的としてた女の子がなかなか来おへんから全員に LINE したんですよ、バレへんように。まだ来おへんのその子って言ったら、いや日向さん前座ってますって言われたんですよ。めっちゃ不細工なんですよ、一つも可愛くなくて、いや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 お前全然ちゃうやんけって言われて、やっぱそう思います日向さんも見上げて、いやお前これ詐欺もええとこやろって、どう加工してどうなったらあの写真になんねんみたいな話で、インスタグラム全部可愛いんですよ俺。だからあれからもうインスタグラマーの子とか TikToker の子は一切信じんことにしました。ほんまに違いすぎて、俺そのままトイレ行くふりして帰りましたもん、会計だけして。いやいいんですよ、ブサイクでも鼻からブサイクって分かっていれば、人それぞれ好みがあるから別にブサイクがあかんってわけじゃないですよ。ただインスタグラムの写真が可愛すぎて、あれこそ俺詐欺やと思うんですよ。あれをなんで国は詐欺と認定せへんのか僕分かんないですよ。ほんまに女の子の加工はエグいです、特に TikTok はほんまにエグい。俺絶対ね、僕アプリ作りたかったのが、このアプリに入れてみたら全ての女の子の加工が外れるってアプリめっちゃ作りたかったんですよ。俺男の中では爆発すると思ってるんですよ、人気が。だってもう異常にみんな加工してますもん。吉原のソープ状並みですよ、お前加工の仕方が。だって原型とどめてないんですもん、全く。僕もしんすけさんにね、真実が1あったら残りの99嘘でも真実に聞こえる、だから俺ら芸人面白くおかしく言わなあかん時に真実を絶対 1% 10% 絶対入れなあかんねんって話をしんすけさんがしてあって、その意味めっちゃわかるんですよ。全部が嘘やったら全然思んないんですよ。でも1個でも真実があったら面白いんですよ。でもあいつらの加工技術はねゼロなんですよ、元ゼロで加工だけしてくるから面白くもなんともないんですよ。ムカつくだけなんですよ、見た瞬間に。あれほんまにクライアントとかが仕事投げてて挨拶来た時にクライアントも絶対待つと思いますよ、その子に作るのかなって。名前出さないですけど、ほんまに別人でした。加工という技術をこの世の中に出した人は女性からはめっちゃ感謝されてると思いますけど、男性からは多分相当恨まれてますよ。ほんまに僕1時間その子が来るのずっとその子喋ってたんですよ。喋った子はその子だったんですよ。ドン引きですわ、もうどちらかというと。だから皆さんあんまりそういうの信じんようにしてください。